はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ちょっとね、ほんまこんな企画やりたくないんだよ。やりたくないけど仕方ない。7月31日まで、まあトレードのね、期限なんですよ。プロ野球ってね。で、そこで、まあちょっと僕が思うね、不遇な選手というか、不遇っていうのはその2軍で、すごくこう出てるんだけどとか、結果を出してるんだけど、1軍でなかなか出れないとか、一軍にいるんだけども、まあそのなかなか出番がなかったりとか、まあいろんなタイプの選手いますけども、そういったところで他球団から欲しがられるぐらいの実力であったりとか実績があって、なおかつジャイアンツでちょっとこう余剰してるというか、溢れてしまってる感じの選手を5人、ちょっとね、僕がピックアップして、紹介したいなっていうふうに思います。まあこれはね、その嫌な意味じゃなくて、まあその選手って、まあその、それはね、初め入った球団で活躍して、まあ例えば東京ドームで、いいプレイヤー、一流のプレイヤーになってっていうのは、おそらく夢であったり、目標であったりはするんだけども、ファンのね、方もね、そう思ってるんだけど、やっぱりまあいろいろ事情もあるし、で、他球団に行って、まあそれはね、現役を長く続けられたりとか、自分を必要としてくれるチームに行った方が、いいという考え方もあると思うので、そういったところで今日ね、こういう企画をやらさせてください。はい。じゃあね、5人持ってきたんですけど、紹介したいんですけど、まあピッチャーが3人。で、野手が2人ですね。見ていきたいと思います。はい。まずなんですけど、ピッチャーから行きましょうか。ピッチャーから行きます。まず、すいません。一人目。菊池投手です。はい。非常にね、めちゃくちゃいいピッチャー。めっちゃいいピッチャー。去年なんかね、まあ、育成から試合が上がって、で、勝利パターンよ。最後の勝利の方程式、務めてたと思うよ。で、めちゃくちゃ良かったよね。で、なんだけども、今年なんと、一軍の登板、ゼロなんですよ。一回も登板してない。なんで？まあ確かに、その、いいピッチャーがね、揃ってたとか、まあいろいろありますと、ただしかし、この菊池投手、すごいなと思うところは、二軍でめちゃくちゃ結果出してるんですね。うん、めちゃくちゃ結果出してるんですよ。で、ちょっと見ていきたいんですけど、18試合投げてて、防御率が 0.48。すごいね、0.48 って。で、3勝1敗。で、奪三振率なんですけど、12.05。えぐない。えぐいよ。12.05 って。ファームとはいえね。12.05 ってえぐいよ。で、ウィップが 1.07。もうバケモンやん。もう2軍で無双してるやんっていう形ね。だけども、まだ上がれてないっていうところで、ちょっとね、まあ、巨人の投手陣もちろんいいですと。左右関係なくめちゃくちゃいいです。はい。で、まあ、ロングにいるようなピッチャーでもめちゃくちゃね、いいピッチングしてるというところで、ちょっとね、菊池投手ね、まあ誰かが悪くなったらすぐ絶対一番真っ先に上がると思うし、投げると思うんだけど、今現状で言うと、それが今ね、叶ってないというか、一軍で登板ないというところで、まあその僕もね、開幕当初というか、開幕前ですね、菊池投手がまあ勝利の方程式に入るか入らんかぐらいのレベルかなっていうふうに思ってたんですけど、今、昨日かな、昨日の試合見てたら、バルドナード、ケラー、大勢っていうところで、鬼のパワーピッチャーでね、方程式回してるというところで、ちょっとね、これはね、きついというか、その、ちょっとレベルがあまりにも上がりすぎてるっていうのがあるので、まあその菊池投手がまあトレードで出るかって言ったら、僕はまあ出ないとは思うんだけども、絶対ね、相手のチームというか、他球団からしたら、例えばね、こう、リリーフが弱い球団からしたら、喉から手が出るぐらい欲しいやろうなって、こんないいピッチャーをまだ一軍で上げてないのって、まだ投げさせてないのって、どんなんやねんみたいな感じで、多分他球団は思ってるんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ二人目いきます。二人目、すいません。バッテリーも組んだことありますけども。今村さんです。すいません。今村さん。はい。めちゃくちゃね、巨人一筋で、ずっとね、まあその貢献してきてくれているというところ。で、今年まだ3試合しか投げてないですね。1軍で。で、3.00 防御率。0勝0敗。で、ウィップが 0.67 というふうになってます。非常にまあいいピッチングを続けてたんだけども、なんか杉内さんのコメントがあったかな。枠の問題でとか。うん。
っていう形で落としましたみたいなコメントも前ありました。で、今村さんがすごいのが、まあ菊池投手と同様なんですけど、2軍でめちゃくちゃ結果出してるんですね。めちゃくちゃ出してるんですよ。2軍で30試合投げてて防御率が 1.93、 すごいね。で、2勝1敗で三振、脱三振率も 7.44 で、ウィップがなんと 0.89 というところで素晴らしい成績出してると。で、腐らずやってるというところを、まあ、ベテランの選手、僕の二つ上なので、まあ、30歳の年になると思うんですけど、非常にね、もうその、なんていうの、献身的な姿勢というか、もうその、どこでもピッチャー投げますよって、どこの場面でも投げますよって、先発でも行きますし、ロングでも行きますし、中継ぎでも行きますよっていうところの、このなんていうの、適性というか、その気持ちも含めてね、そういうピッチャーが薄い球団であれば、絶対欲しいやろなって、ましてや左だし、で、球も、そんなに、遅くないというか、早かったりするので、で、きっちり左バッターに対してシュートであったりとか投げ込める、度胸というか、コントロールもあるので、そういったところで、その、まだまだ現役は続けていけられると思うので、他球団からしたらね、欲しいだろうな、でもた、まあ、多分出さないだろうなっていうふうには思うんだけど、うん、そういう感じでね。まあ、今日の動画は、トレードの可能性もあるかもっていうところなんでね。うん、あるかもっていうところなんで。まあ、そういったところで、まあ、菊池投手、今村投手というところでございます。で、3人目、ピッチャー3人目いきます。バッテリーも組んだことあります。余裕で。高橋祐希です。はい、高橋祐希ね。もう、ちょっと何してんのって。祐希何やってんのっていう感じなんですけど、まあ、1軍登板は、まあ、なしというところで、まあ、二軍でもね、6イニングしか投げてないと。2試合で6イニング。で、防御率が 6.00。で、1勝0敗。で、ウィップが 2.17 っていうところで、勇気が今、二軍にはいないのかな、三軍にいるんかなっていうところで、何をやってるんだっていう、ちょっといろいろフォームを迷ったりとかね、まあ、いろいろ制球のところで悩んだりとか、いろいろしてるんだと思うんですよ。で、去年までぐらいは、まあ、原監督が務められててね、監督を。うん。で、勇気をなんとかこう、復活させたいというところで、まあ、その、交流戦の時にね、オリックスやったかな、あ、ロッテかな、どっかで投げたり、したりとかね、うん、あ、第2先発とかで投げたりとかね、ありました。ただ、今年に関して言えば、まだその全然1軍にね、上がってくる気配もないと。3軍にいるね、時間が長いというところで、あんまりね、やっぱそういう感じだと、まあ、今日はトレードあるかもっていうところですけども、他球団からしても、あ、高橋祐希終わったんちゃうかみたいな、あ、感じが出てくるんで、そうなってくると、その、トレードで必要とされる可能性っていうのもなくなってくるんで、やっぱりトレードっていうのは、他球団はやっぱりこう、この選手、打ち合ったら使いたいのにな、取りたいし、絶対打ち合ったら活かせられるのになっていうふうに思ってるから、トレードするわけであって、それをやっぱりこう覚えなくなってくると、やっぱりこうトレードの、なんて言うんだろう、トレードの候補にも上がってこないっていうのはあるので、トレード候補ってなんか一概、なんか言う、なんかちょっと、ま、結構マイナスなイメージあるじゃないですか。なんかその球団で活躍できてないからトレードに、出されるんだみたいな感じで思うかもしれないけども、プラスに考えたら、巨人、では、この球団ではそうかもしれないけども、他球団からしたらめちゃくちゃ欲しいっていうところで、必要とされてるんですね。だけども、今の勇気の、現状から言うと、他球団からも欲しがられなくなってくる、感じは出てきてるので、そういったところで、今年ね、まだあと、半分以上ありますから、ここからしっかりね、2軍であったりとか、1軍でね、1登板でもいいのでね、していけるとね、非常に、まあ、そういったトレード候補、まあトレード、まあ僕は出た方がいいと思うんですね。なんとなくその雰囲気的にね。うん。なんかこう、環境を変えた方がいいと思うんですけど、まあそういったところも含めて、まあ残りのシーズンね、頑張ってもらいたいなというふうに思ってます。じゃあここから野手いきます。野手二人いきます。二人ね。はい、まず一人目。陸です。増田陸です。はい、非常にいい選手。非常にいい選手ね。うん。で、今年1軍で4試合。打率0割0分0人、OPS 167というところで、まあ、なかなか、しっかりできてないというところ。だから僕ね、上がってきた時の試合見たんですよ。で、打席内容ね、確かに0割0分0人、ヒット打ってないです。だけども、非常にね、いい当たり打ってました。エスコンでも、
フェンス手前まで飛ばしたりとか、あの、打席の中でのタイミング取り方とか、めちゃくちゃね、いい間を持ってたんですよね。あの、安倍監督が代打出したりとかありましたし、そういったところで、まあ、ヒットは出てないんだけども、やっぱりこう、いいバッターだなっていうか、思い切りのいいバッターだし、非常に面白いなっていう風なところは、僕、印象として持ってるんですね。で、あの、今季2軍でですね、63試合出ておりまして、打率が2割4分3厘、2ホームラン、17打点。OPS が599、得点圏が3割3分3厘というふうになってます。ちょっと物足りないよねっていうところあります。あの、1軍での打席の、タイミングの取り方であったりとか、間合いとか見たら、あ、これ2軍だったらもっと打ってるんだろう、もう3割近く打ってるんだろうなっていうふうな感じには見えたんですけど、実際成績見てみると、2割4分3厘で、2本しかホームラン打ってない。63試合で2本しか打ってないというところで、陸らしくないというかね。うん、そういったところは、あの、非常に思いますと。ただ、この、選手っていうのは非常に思い切りが良くて、まあ、守備、めちゃくちゃ守備が上手いかって言われたら、ああ、どっちかっていうとバッティングがいいですって。だから、もし行くんだとしたら、パリーグ向きだと思うんですね。その、本人の性格もそうだし、なんかその、初球からどんどん振っていくとか、なんかその負けん気の強さとか、なんかアグレッシブルな感じとか、っていうのは非常にパリーグ向きだなっていうふうに思うし、出てってほしくないよ。出てってほしくないけど、でもジャイアンツで今こう、チャンスがめちゃくちゃもらえるかって言ったら、僕はそうはあんまり思わないので、そういったところで、リクのことも考えると、僕は、出た方が、まあ出さないと思うけど、出た方がいいんじゃないかなっていう思うんですよね。で、最後いきます。最後。中山選手です。はい。この選手はね、本当にね、不遇というか、かわいそうなところめちゃくちゃありますと。で、今年1軍で12試合で、打率が0割7分1厘。で、OPS が205という風になってます。まあ、なかなかね、打ててないっていうのがありますと。で、僕が思うにですけども、その、中山選手ね、チャンスもらえないのって、まあ、バッティングっていうところよりも、やっぱ守備のところだと思うんですよね。ちょっと申し訳ないけど、なんか僕が見てて、守備に不安があるように見えるというか、特にスローイングとかもそうですけども、まあ、セカンド、サード守ったりとか、まあ、ショートはあまりないかな。なんかいろいろこう、セカンド、ショート、サードぐらいをね、回ったりとかしますけど、守ったりしますけども、やっぱり送球のエラーというか、なんかその、なんか不安定さがあるというか、まあ、補給のエラーももちろんありますけども、なんかそのイメージがついちゃってるというか、あ、すみません、その成績をね、あんま見てないところはあるんで、ちょっとこう、印象論で語ってしまって申し訳ないですけど、なんかその、アウトは取ってるんだけど、ちょっと送球が逸れたりとか、そういったところが、ちょっとね、僕の中にも印象があったりするんで、なんかその、あ、守りの野球というところを掲げる安倍ジャイアンツとしてはですね、やっぱりこう、なんて言うんだろう、やっぱり守備はやっぱり硬くあってほしいっていうのはあると思います。それは打てた方がいいよ。打てた方がいいけども、やっぱりこう、ね、内野手である程度のポジションを守るっていうところに関して言えば、やっぱり門脇選手であったりとか、伊豆口選手も、ある程度やっぱ守備は安定しているっていうのはありますから、そういったところで、その中山選手が漏れてる、一軍から漏れてる理由っていうのは、結構守備面に、課題があるんじゃないかなと思うんですよね。で、二軍ですごいですよ。43試合出て、打率3割8厘、2ホームラン、16打点、OPS 819、得点圏333っていうところで、めちゃくちゃ打ってるんですね。で、ましてや、その、門脇選手であったりとか、伊豆口選手もそうだし、ココモンテス選手を獲得したじゃないですか。だから、めちゃくちゃね、立場が危ぶまれてるというか、結構きついと思うんですよね、出るのには。うん。で、こんだけ2軍で活躍してるから、まあ、絶対他球団で欲しい球団はあるんですね。で、打撃も非常にね、いい間合いを持って振りに行くことができるから、スイングも強いですから、非常にね、足も使えるっていうところで、めちゃくちゃいい選手であるんですね。だから、まあ、本人はね、門脇選手だったりとか、伊豆口選手に食らいついていきたい、超えていきたいっていうのはあるかもしれないけども、もしかしたら、その、今のね、ココモンテス選手のことも考えたりとかしたら、巨人にいるべきなんじゃないというかね、いるべきではないというかね、うん、出た方が間違いなくね、出場できる活路はあると思うし、そこはね、球団がどう考えてるかわからないですけども、この中山選手っていうのはね、本当にね、一番その僕、かわいそうな選手というか、野手で見るとね、うん、結構、こう、立場が、しんどい選手なんじゃないかな、っていうふうに思います。はい、てな感じですね、今日はですね、まあ、トレードの可能性、もしかしたらあるんちゃうの？こんだけ活躍してんのにっていう選手を、まあ、不遇な選手、みたいなところを、ちょっと見ていきました。ちょっと不遇って言ったら申し訳ないんですけど、やっぱりね、選手生命長い方がいいし、まあ、もちろんね、巨人に活躍できた方がいいんだけど、
やっぱ巨人でね、数年でクビになるぐらいだったら、他球団に行って、例えば10年やったりとか15年やった方が僕はいいと思うので、まあそれいろんな価値観あるんでね、一概にね、それが正しいとは言えないですけども、僕はそういうふうに思うので、ちょっとね、こういう企画をやってみました。まあトレードの期間は7月31日までなんで、もしかしたらあるかもしれない、と思うので、こういうちょっとね、嫌な企画をしてしまいました。いろいろね、企画案ね、迷走したりしてるかもしれないですけども、ぜひね、こういう動画を見たりとか、いろいろありましたらね、コメント欄でよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。